前原雄大は競技麻雀のプロ雀士である。東京都出身。日本プロ麻雀連盟所属、同団体内での段位は9段。早稲田大学出身。幼少時に母親がたまたま購入してきた近代麻雀を読んで競技麻雀に関心を抱く。20歳の時に古川隆二と出会う。日本プロ麻雀連盟では一成。若い頃は、 非常に攻撃的な性格だったが、麻雀を通じて、移住院生と交流するようになり、移住院から男は舐められて、一人前へとの言葉を得たことで性格が一変し、現在のような社交的な性格になったという、雄大の芸名は移住院から名付けてもらった。フリージャンソーでの存在感から、歌舞伎町のモンスター、超獣、地獄の門番などの異名を取る。 ただし本人は天国だろうが地獄だろうが普通偉い人は門番なんかやらないとして地獄の門番というニックネームを嫌っている。スズメカゼは超攻撃型で泣きやリーチを駆使して主導権を取ることに重きを置いている。佐々木久人とは講子ともに仲が良く打点や街が優秀とは言いがたいリーチや遠い仕掛けの多様など一見雑だが 攻撃型の力強いスズメ風も似ることから、二人でチームガラクタを結成、しばし会話の話題に上がる。2015年、チームガラクタトークイベントにて、泣いたら降りるな、具形状等、宝珠万歳のガラクタ参加状を発表した。2018年に行われた、M リーグドラフト会議にて、好み麻雀格闘クラブから参院指名を受ける。2018年現在、 M リーグ参加選手で唯一の孫持ち。2019年10月22日の大和証券、M リーグ2019シーズン第14節第1回戦、終了直後に天に指を突き上げる勝利ポーズを披露した。麻雀では相手を煽る行為は一般にマナー違反と認識されており、M リーグの公式戦ルール第7章第5条、カードとその対象においても、過度なため息やぼやきなど、 相手を惑わす可能性がある言動が度重なる場合。が、イエローカードの対象とされているため、勝利ポーズの是非について、麻雀界で議論が巻き起こった。M リーグで赤坂ドリブンズに所属する、その田健は、漫画家、森川ジョージとの麻雀遊戯バーでの共演時に、ポーズについて質問され、個人的な意見としては、ありと語っている。 2019年11月11日の大和証券、M リーグ2019シーズン第27節第1回戦、終了直後、前原が所属するコージ麻雀格闘クラブのチームメイトである佐々木久とも同ポーズを行い、その意外性が話題となった。漫画、北斗の剣に登場するラオーのポーズに酷似していることから、ラオポーズと呼ばれ M リーグファンから親しまれている。なお、 日本プロマージャン連盟に所属する、猿川さだながはツイッターで、噂のポーズ前原さん、ラオウの真似じゃなくて、しんちゃんの真似だな、去年の誕生日のと、ツイートするなど、ポーズの出所については、まことしやかな噂が飛び交っており、現時点で出所は不明である。個人賞は規定打数以上の選手が対象。ありがとうございます。